私という男の生涯っていう本なんです。これ知らなかった。最後の本は去年の暮れに1990年以降の短編集をまとめてハードブックで上下巻で出したんです。これが俺の最後の仕事だって本人は言ってたくせに、死んだら書いてたもんが出てきて、お袋が生きてる間には絶対出版するんだとってことだったらしいんですよ。さあなぜかっていうと、自叙伝ですから好き放題やってたことが全部書いてあるわけですな。まあ家族としては心よくはないけど、まあしょうがねえかとまあ石原さんだったらあんなもんでしょっていうのが町の反応でした